高架化後の改札口駅名標カリセ一施設の現状解体前の京城駅舎仮駅舎、開業当時の駅舎次元寺駅は、鹿児島県鹿児島市次元寺町にある、九州旅客鉄道二部月枕崎線の駅である。地元の住民からは、次元寺駅とも呼ばれている、駅アイコンは鳥居。1988年の開業時は、 氷本駅や薄木駅と同様の一面一線のみの簡易な駅に過ぎなかったが、比較的早期に交換可能な二面二線の相対式ホームを持つ橋上駅舎に改良された。これにより、それまでは谷山駅から五井の駅まで比較的長い区間でありながら、列車交換ができなかった不便が解消され、列車の増発に貢献した。 そして2016年3月の新駅舎完成により、早くも2回目の設備増強となり、開設時を含めてすべて JR 会護の変化で、ありほかに類を見ないことから地元では、出世駅とも呼ばれている。2016年3月開設より、当駅開業以来初となる、当駅折り返し列車が17時台に1、往復新設された。島式ホーム1面2線を有する高架駅。 JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅で、マルスはないが、ポス端末が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。守護課の販売は行っていない。タッチパネル式の自動券売機、IC カードチャージ機が設置されている。乗り場2018年度の1日平均乗車人員は1520人で、ある。 駅ができる以前は、鹿児島市内では珍しく、田んぼも目立つ、のどかな新興住宅地であったが、現在は、駅の東側を中心に、すっかり市街地化した。駅の東側の谷山中央6丁目、5丁目、界隈は、区画整理事業が完了し住宅と、ロードサイド店頭が混在する。道路は、直線で交わり道幅がゆったりして整然とした、街並みとなっている。 駅の西側の通称、西谷三地区は、大半を占めていた、県農業試験場跡地を利用し、区画整理事業中であり、ところどころに、空き地が目立っているが、一部で勘地が始まっており、真新しい家々が立ち始めている。駅名の由来である次元寺をはじめ鹿児島市付近では、寺の付く地名は多いものの、明治維新後に、廃物希釈が特に推進された土地柄であったため、 地名のみが、残り地そのものは現存しないことが多い。次元寺もアスカ時代の創建とされる由緒ある寺で、あったが、その例に漏れず、取り壊されてしまい現存しない。現代では、周辺が、紅葉や桜が楽しめる、次元寺公園として整備され、市民の憩いの場として、親しまれている。九州旅客鉄道イブ枕崎線快速、名の花普通谷山駅。 次元寺駅坂の上駅 ABCD、いぶすき枕崎線、谷山駅、次元寺駅が、平成28年3月26日に、高架開業します九州旅客鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.jrkyushu.co.jp スラッシュトップインフォ、pdf、691、谷山次元寺駅区コックイング1、 PDF 2015年12月25日閲覧交通新聞 P1 イブスキ枕崎線の一部駅へのスマートサポートステーション導入日が決定しました。九州旅客鉄道オリジナルの2020年4月27日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 0 4 2 7 0 6 4 0 2 6 h t t p s w w w j r k y u s h u c o j p c o m m o n i n k n e w s n e w t o p i c s l a s h ixfiles/a field file2020-0427 20万427キャガシマスス PDF2020 年4月27日閲覧。いぶすき枕崎線の一部駅がスマートサポートステーションに変わります。九州旅客鉄道オリジナルの2020年4月27日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20200427064513/https:www.jrkyushu.co.jp/news/xfiles/affieldfile2019-09-30-20191930 i こごしますす。 PDF2020 年4月27日閲覧、駅別乗車人員、ありがとうございます。